次に大塚光雄議員の質問を許可します。大塚議員。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。通告に従いまして、順次質問させていただきます。まず枚方市子ども若者育成計画の進捗状況についてお尋ねをいたします。今年5月に枚方市子ども若者育成計画を策定されましたが、この計画を推進する上でまずは家族であれ本人であれ相談につながることが支援の第一歩であり、その第一歩を踏み出せない困難を抱える子どもとその家族をいかに相談へと導くことができるかが大きな課題であると認識され、4月に引きこもり等子ども・若者相談支援センターを開設されると同時に、地域で活動されている民生児童委員協議会に出向いて、一人でも多く相談へと導くことができるよう、理解と協力をお願いをされたとお聞きしています。そんな担当部署の努力もあって5ヶ月で223件の相談があり、それなりの成果が出ていると思います。そこで質問をしますが、継続して相談を受けているケースが2割とも聞いており、これは少なすぎるのではないかと思います。なぜなのかお聞かせください。続きまして、枚方藤坂線整備事業についてお尋ねをいたします。現在、市民病院の建て替えが着々と進んでおり、来年秋の開院を目指して工事が進んでいますが、新病院に面する都市計画道路、枚方藤坂線は、自動車、自転車、歩行者の交通が極めて多く、利用者には大変窮屈な思いで通行をされているのが実態です。現在、大阪において、枚方藤坂線の拡幅整備が進められていますが、用地買収が若干残っているが、完成は平成28年春ごろと聞いております。新病院がオープンすると、病院利用者の多くが不動を利用し、さらに交通量も増加し、安全対策も早急に整備が図られるべきと思います。そこで現在、大阪府が進められている枚方藤坂線の取り組み状況をお聞きいたします。次に、ごみ処理施設整備基本構想についてお尋ねをします。本年の3月の予算特別委員会で、ごみ処理施設整備基本構想でどのようなことを明らかにしていくのかをお聞きしました。これに対して、ホタニガ清掃工場第3プラントの老朽化の状況等を含めたごみ処理施設の現状を踏まえ、将来のごみ処理施設の整備に向けて、ごみ量の将来予測や処理方法、処理体制などの基本的な内容を明らかにしていきたいと答弁をいただきました。また、本年8月の厚生委員協議会において、ホタニガ清掃工場第3プラントの老朽化対策について説明され、今後、10年程度の延命化を図り、10年後には後継施設を整備できるよう進めていくとのことでありました。そこでまず、ごみ処理施設整備基本構想は現在どのような状況になっているのか、進捗状況についてお聞きをいたします。水野子ども青少年部長。1、枚方市子ども若者育成計画の進捗状況についてお答えいたします。引きこもり等子ども若者相談支援センターの相談状況におきましては、8月末現在延べ223件、人数にして101人のご相談を受けしております。相談内容といたしましては、引きこもりに関わるご相談が3割強と最も多く、就労不登校等に関する相談も多数お受けしております。相談支援センターでは、臨床心理士など専門の相談員が一人一人の状況を伺う中で、社会的自立に向けた相談を行っております。
ご本人やご家族とともにこれからの方向性や対応方法を考え、例えば就労することを目標とするという方向性が定まった場合などは、就労支援を行っている関係機関につなぐなどの対応を取っております。このように関係機関へつないだケースを除き、継続的に相談をお受けしているものは約2割となっている状況でございます。今後は相談が終了したケースにつきましても、その後再び孤立化することのないよう、また改めて来所していただくなど、途切れることのない丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。小山土木部長。はい。枚方富士坂線整備事業についてお答えいたします。都市計画道路枚方富士坂線の大阪府が施工する区間は、西金谷東交差点から金谷交差点までの約570メートル区間であり、平成17年度より事業に着手され、おおむねですが用地買収が完了をしております。議員ご指摘のとおり、当該区間は歩行者が多く、交通安全上の問題を抱えておりますことから、まずは新病院付近において歩道設置、車道舗装などの工事をこの秋から着手すべく、工事発注の手続きが行われており、新病院のオープンに合わせ整備される予定でございます。引き続き残る事業用地の確保に努め、早期に整備を図るよう進められております。森本環境事業部長。ごみ処理施設整備基本構想の進捗状況についてお答えします。まず本市のごみ処理体制につきましては、東部清掃工場と穂谷川清掃工場第3プラント合わせまして、現在2所体制で焼却処理を行っておりますが、穂谷川清掃工場第3プラントの各設備で老朽化が進行していますことから、運転停止などに及ぶ故障も発生し、ごみ処理に支障が出始めてきております。このため穂谷川清掃工場第3プラントの延命化を図るとともに、次期処理施設の整備につきましても早急にその方向をまとめる必要が生じております。今回将来の施設整備を見通しつつ、国の廃棄物処理施設整備計画の取り組みや市の長期の財政見通しなども視野に入れながら、整備が迫られているごみ処理施設について基本的な考え方をごみ処理施設整備基本構想として策定しようとするものです。現在の進捗状況といたしましては、9月の4日枚方市廃棄物減量等推進審議会に枚方市ごみ処理施設整備基本構想の策定についてを諮問を行ったところでございます。大塚議員。それぞれご答弁ありがとうございます。それじゃあ2回目の質問と要望させていただきます。まず枚方市子ども若者育成計画の進捗状況でございますけれども、今答弁をいただきましたような形で、関係機関につないだケースが多くあるということですが、関係機関につないだ後どうなったかを見守ることはしておられるのかどうかお尋ねをいたします。水野子ども青少年部長。はい。計画では相談から自立に至るまで一貫して支援することを目標としており、現在関係機関につないだ場合も必要に応じその関係機関と連絡を取り合っております。本年4月から相談支援センターを設置し、相談業務を開始したところでございますが、相談者やその家族がやっとの思いで連絡いただいたケース、また相談に至るまでかなりの時間を費やしているケースも多くあり、支援を途切れさせないためにもさまざまなケースに対応できるよう、今後ネットワーク会議を通じさらに細やかに見守る体制を整えていきたいと考えております。大塚議員。はい。大変相談者にとりましてもですね、相談に来ること自身がやっぱり大きなことだというふうに思っています。それで専門相談に、窓口に来られたからにですね、別の機関を紹介するというだけでなく、今後もねやっぱり継続して相談に乗っていきますよというそういう市の姿勢があってね、やっぱり相談に来られた方も一人で悩まなくてもいいという少しは安心されることが重要なことと私は思っています。引きこもりの当事者は大半がですね、社会に出たいと思っておられます。
だからこそ受け皿を作ることはもちろんですが、家族が当事者と逃げることなくきっちりと向かい合うことのできるよう支援していくことが極めて大切だというふうに思っています。引きこもり等についての理解を深めるために9月8日にですね、開催されました指定アドバイザーで劇作家の平田織田氏の講演会の参加呼びかけ文に、一人一人の心に寄り添い次のステップへとあります。社会全体で、自立をに向け一貫して支援していくというとするならばですね、市の一貫して支援の意味が問われるというふうに思っています。せっかく市の窓口にでつながった人とつながりを続けることができるよう大変なご苦労と、エネルギーはいると思いますけれども、これはですね、私ずっと言っておりますけれども、担当部署だけでなく、また教育委員会だけでなく、オール枚方でこの問題に取り組まれるよう要望しております。次に枚方富士坂線整備事業についてですが、枚方富士坂線の西金谷東交差点から枚方市駅までの区間は本市において拡幅整備が進められており、大阪府の施工区間に合わせて一体的に整備を図っていくべきと考えます。しかしながら天津橋から市駅側の現地状況は用地買収がなかなか進んでいないというふうに感じられます。そこで本市の施工区間の進捗状況と今後の取り組みをお聞きします。また西金谷東交差点はもともとは高架道路の計画が平面の交差点として処理することになったと聞いています。この交差点は大阪府の施工区間と重なることもあり、円滑に交通を導くためにもかなりの工夫が必要と予想されますが、この交差点の処理形態と現在の協議状況をお尋ねをいたします。小山土木部長。枚方富士坂線の本市施工区間の進捗状況や今後の取り組みと、府の施工区間との交差点の処理形態と現在の協議状況についてお答えいたします。現在本市が進めております都市計画道路枚方富士坂線の施工区間は、岡東町のサンプラザ3号館東から天津橋を経て府道との交差点である西金谷東交差点に至る延長約400メートル区間となっており、このうちサンプラザ3号館東から京阪片野線の区間につきましては、すでに設計が完了し、現在用地の取得に向け鋭意交渉を進めておるところでございます。また京阪片野線から天津橋までの区間につきましては一定整備が完了しており、現在残る天津橋から西金谷東交差点までの区間において来年度の工事着手に向け設計作業を進めているところでございます。府道との交差点の処理形態につきましては平面処理とし、府を窓口として府警本部等との協議を行っているところでありまして、府施工区間と一体的に整備が図られるよう努めてまいります。大塚議員。続いてですね、富士坂線のことにお聞きをいたしますけれども、今枚方市駅から市民病院田野口長尾方面に向かうバスはですね、北ロータリーから不動京都森口線を経由して笠崎橋の交差点を右折して枚方富士坂線を利用しているというのが実態です。関西医科大学附属病院の会員や大学の開設以降、京都森口線を横断する歩行者の増加とともに、京都森口線の渋滞と相まって北ロータリーから出発したバスがですね、ラポール枚方交差点をスムーズに右折できない状況がございます。バスの円滑な運行を確保するためには枚方富士坂線を早急に整備し、京都森口線を経由せずに下の南北駅前ロータリー連絡道路、今は双方通行できませんけれども、これを改良して枚方富士坂線を経由して運行するのが最も効果的であると思いますが、市のお考えをお聞きをいたします。小山土木部長。
地域発の市民病院田野口長尾方面のバスを天津橋経由にして運行できないかとのご提案でございますが、議員お示しのとおり、現行の京阪高架下の市駅南北ロータリーの連絡通路を双方向に通行できるように改良する必要がございます。しかしながら、この連絡通路につきましては、一部車道の幅員が一部確保できていないことや、駅ロータリーに新たな通過交通を呼び込むことが懸念されることなど、現時点においては多くの課題を抱えているものと考えております。一方、不動京都森口線は、今年の2月に関西経済連合会をはじめとする国、府、県、政令市、警察本部などで構成されました、京阪神、失礼しました、京阪神圏渋滞ボトルネック対策協議会において、関西医大病院前交差点は、対策の検討が必要な交差点として位置づけられていたところでございまして、本市としましては、この関西医大病院前交差点から笠崎橋までの区間の4車線化などの対策が講じられることにより、市駅北口ロータリーを発着するバスの定時運行の確保につながり、ひいては駅周辺の交通環境の改善に大きく寄与するものと考えております。このような機会を捉えまして、大阪府に対し早期の対策実現に向け働きかけてまいります。大塚議員。ありがとうございます。最後、その市域の下の、ね、双方向通行はかなりまあ難しいというふうな、まあ、そういうことを答弁されているんだと思うんですけども、ね、これ、なんでこういう枚方富士坂のことに言いますとですね、やっぱり市駅前の再開発ビジョンの中でね、枚方市が当然、昔から計画をしているところでありますし、それをですね、実際、枚方市ができる範囲でですね、そのことを別な民間がどうのことを言われるわけではないんですから、そういったことについては行政が責任を持ってね、やっぱり早急に進めていくということが、市駅前再開発ビジョンの一刻も早い達成にもつながっていくというふうに思うんですね。そういった意味からつきましてもですね、ぜひ枚方富士坂線、これある地権者の方からお聞きをしたんですけども、この計画を聞いたときはもう50年前やというふうなことをおっしゃってました。もうこの方80を超えてますからね、私の生きてる間に話をまとめたいなというようなことをおっしゃってました。それだけ難しいね、ことがいっぱいあったというふうにそれ推測をされるんですけども、ぜひですね、シェイクマイスタイルの再ビジョンの実現のためにもね、やっぱりこういった枚方富士坂線の早期の実現のためにね、やっぱりこういう熱い気持ちを持ってですね、たまたま50年も経ってしまいましたけどもね、今やるということで、道路化含めてですね、熱い思いを持っていただいて、事業の完成に向けた努力をお願いしたいというふうに思います。続きまして、ゴミ処理施設基本計画について2回目の質問をさせていただきます。審議会へ諮問した後のことですが、それでは具体的に審議会がどのようなことをいつまでに検討し答えを出すのか、今後の進め方についてお尋ねをいたします。織本環境事業部長。ゴミ処理施設整備基本構想の今後の進め方についてお答えいたします。審議会では専門的な視野から検討を行うために4名の学識経験者による検討部会を中心に、ゴミ処理量の将来予測、ゴミ処理体制、ゴミ処理施設の適地条件、ゴミ処理施設整備スケジュールなどについてご審議をいただき、平成26年の秋ごろに審議会からの答申をいただく予定で進めようと考えております。その後、答申を踏まえまして、平成26年度中にはゴミ処理施設整備基本構想を策定する予定でございます。大塚議員。審議会のですね、検討事項の一つで、ゴミ処理施設の適時条件を検討するということも入っているということです。それではですね、ゴミ処理施設の適地はいつどのように決められるのかお聞きをいたします。森本環境事業部長。
審議会ではゴミ処理量の将来予測、ゴミ処理体制、ゴミ処理施設の適地条件、ゴミ処理施設整備スケジュール、などについての審議結果をまとめ答申をいただき、それを踏まえましてゴミ処理、平成26年度中にゴミ処理施設整備基本構想策定の中で市においてゴミ処理施設の適地を決定していきたいと考えております。大塚議員。ということはですね、平成26年度中には小谷が清掃工場の後継施設の建設場所が決定されるということになりますが、では今これまで進んでいなかった東部清掃工場の未買収用地の取得を進めておられますが、このこととの関係はどのようになるのかお聞きをします。森本環境事業部長。東部清掃工場未買収用地につきましては、地権者の状況の変化など用地取得が可能になった状況もありますことから、都市計画事業認可に基づき事業の完了を目指して現在進めているものでございます。一方、先ほど申し上げましたとおり、第三プラントの後継施設の適地につきましては、審議会におけるごみ処理施設の適地条件の審議結果を待たなければなりませんが、現に都市計画決定されているということも、審議の対象の一つとなるものと考えております。大塚議員。最後にですね、素直に要望させていただきますけれども、廃棄物減量等推進審議会に基本構想の策定について諮問され、来年の秋ごろに答申を受け、平成26年度に基本構想を策定されるという計画です。まあ、これはできるだけですね、早めていただくよう要望しておきます。まあ、今までですね、答弁で明らかになっているのは、次期ごみ処理施設の適地は来年度に決定するということですね。これは間違いないと思います。ということで、さらにですね、市の責任で適地を決定されるというふうなお答えでございます。ということは、これまでの議会の中でまた、穂谷川清掃工場の周辺自治会等に明言をされてきました市の姿勢に基づいて、きっちりと適地を来年度中に決定をしていただきたい、そういうふうに思いますし、要望させていただきます。以上で質問を終わります。これにて大塚光雄議員の質問を終結します。